はい、お昼でございます。ちょっとパン食いたくなってね。パン食うと糖尿病だよ、うめえって感じだけどさ。なんかうめえ、これ昨日買ったんさ、これね、これだ。これでなんかしゃぶしゃぶ肉あるからよ、こちらの肉にしようかな。この肉あるからさ、これでキャベツあるの、卵あるから、なんか作って食うかって感じになりましたね。なりましたね。ああ、今日はもう家族みんなどっか行っちゃってますから。俺一人で好き放題。そういうわけでもないんだけどさ、焼きサンドをね、たまにこう食いたくなることってあるじゃない？焼きサンドね、焼きサンド。焼きサンドもさ、パンばっか食ってるとさ、もうそのお腹いっぱいになっちゃうとあんまりよろしくないんで、10枚切りのパンがありますから、このパンに肉焼いて挟んじゃえ、ね、肉焼いて挟んじゃって食べちゃえっていう感じですな。これしゃぶしゃぶ肉でもうめえだろうね。やっぱああ、でもなんかあれだね。こうやって肉焼くと、もうだってそれで、なんていうの？あれになるでしょ？こんな焼くとあれかな？まあ、いや、このぐらい焼いちゃおう。3枚焼こう。肉焼いて、パイアッパー。胡椒をさ、たっぷり入れて。ニンニクとか入ってもうめえだろうけどね。そうしようか。ニンニク入れっか。ニンニク、ニンニク、ポンポーが来ましたね、ポンポーが。ちょっと弱火ね、弱火。よし。もう全然、後先考えずに、ちょっとなんか食わねえと、息入らねえよね。ノンアルコールビールありますからね。あれ、ガシッとやりながら食って、ちょっと今日は、ビール入れて仕事するよ。ね、こうやって。ニンニクをね、こう、肉で揚げちゃうね。これでニンニクが、肉に、味を入れてくれるでーす。ほいさ、それでパンだよな、パン。パンをどうするかっていうと、フライパンがねえな。まあいいか、このフライパンでいい？ちょっと嫌だよね、このフライパンだとね。やべえな。洗ってなかった、フライパン。ピーきたね、ピー。ピーきたもんだな、こっち。温度が上がりすぎるとピー言うんですね、温度が上がりすぎると。洗って、奥、こう外してました。はい、じゃあ、こっち行こう。ちょうどいいね、これね。中央は今ニンニクが、ニンニクがニンニクにくんで、ニンニクにくんで、ポッポーになってますね。ニンニクがね、こうやってやると、こう、ピーマンまうまくなるからね。これがね、大事。これが大事。で、ここ最近こうね、ベルのタレにハマってますよね。ベロン取る。よいしょ。このテリテリっていうね。これで肉の部門終わり。OK。肉部門終わり。OK。肉部門 OK。
で、こっち側で今度パン部分。パンブムパン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 、パンの歌ってあったよね昔ね、今もあるでしょ。いや一回僕の心の中ではもう昔だよね、今は昔。一回火止めちゃって多めのバターをポンって入れてやって、はい、バターをこうやってね、ほらうまそうじゃろう、バターが。木曜日ね、うふふふふうふふふふうふふふふ、乗るじゃろ。チーズ。いけない。これ塗るんだった。先に塗るんだった。忘れてた。先に塗るの忘れてたよ、これは。これ、こっち側に塗ればいいね。ね、こっち側にこう塗ってね。卵焼くんだったし、キャベツ入れるんだった。なんか忘れてばっかりだね。マヨ入れて。こう来たら。ちょい上げて。ね、こっち側じゃないとダメなんだね。また火が止まっちゃうからね。ゆっくりね、これね、ゆっくり。パリパリでしょ、裏側もほらパリパリになってきたでしょ。熱がパンの中入っていくからね、それがね大事なんよ。キャベツとマヨネーズとあんま強く押しちゃダメだね。もうちょっとバター入ってもいいかな。まあいいのこんなでな、あんま入れすぎちゃうとそれでいかんよね。こっちひっついてる、やべえこれ、こうじゃ。パリッとしてきたね。それで最後もういい感じだろう。で、ここに。
こいつが、はい、よいしょ。もうちょっと卵多くないとダメだったな。まあ色こんなでな。はい、ということで、なんかよくわかんないサンドイッチ出来上がりました。今日のお昼ご飯珍しいよね。10枚切り2枚も使うハンバーグ。じゃあ、アルコールないビール飲むぞ。おう、じゃあね。